あなたにどんなことがあっても、ずっと私が全力全開で守ってみせますよ。だって、恋しちゃってるんですから。美食殿の温かい食卓が、私たちの帰る場所です。みんなで手を合わせて、いただきますって言いましょう。あなたが繋いだ絆を、全力全開で繋ぎ止めて、今日までの思い出と、明日からの希望を守ります。今だけは、お腹空いたって泣き言は言いません。みんなで食卓を囲むために、私は剣を振るいます。あなたの強い思いを力に変えて、全力を超越しちゃいます。あなたが繋いだ絆を、この体と剣に宿します。私のそばから離れないでくださいね。王女命令であり、ただのペコリーヌからの一生のお願いです。あなたの思い、あなたの力、全部受け取って前に進みます。あなたを感じている私は、もう誰にも止められませんよ。みんなに元気よく、おいっすーって挨拶したいです。そのために頑張りましょう。あなたと一緒なら、どんな場所に行ってもへっちゃらです。これからも、ずっとずっと、冒険を続けましょうね。絶対ですよ。これがあなたの溢れる思い。とてつもない力ですが、全力を超えて、受け止めます。あなたが繋げた絆のために。これは、あんたのことを思う少女の物語。あんたと共に、作り物の世界に囚われた、ペコリーヌちゃんの物語よ。あんたがどれほど思われているかを見てちょうだい。彼女たちの姿を見逃さず、その思いをしっかりと感じ取ってね。これが今の私ができる、精一杯の贈り物だから。頼んだわよ。ハンバーグにお寿司、スパゲティに特盛りスペシャルゼラチナ丼。もう食べられません。あれ、ここはどうしてベンチなんかで、もしかしてまだ夢を見てるんでしょうか。この空腹感は本物ですね。夢じゃなさそうです。というか、そもそも昨日も王宮の寝室で寝たはずです。夜食を食べた後、歯磨きをしてからお布団に。はっ、寝ている間に誘拐されちゃったとか。ねえじいさん、今日もいいお天気ですことね。まったくじゃな。我、まあちっとばかし散歩を続けるかな。でも誘拐にしてはなんだか穏やかというか。ここってランドセルなんでしょうか。建物や周りの人の服装の感じ、どっかで見覚えが。そうだ、アメス様に案内されたキャルちゃんの心の中がこんな光景で、確か現実ってやつですよね。あの時はコッコロちゃんとあの人も一緒でしたが、今は他に。ということは、アメス様に案内された誰かの心の中でもない。知らない場所に私一人ぼっち。どう
ましょう。まあここで座って考えてても仕方ありませんよね。ランドソルに戻る手がかりを探すために散策してみましょう。バカ野郎、どこ見てんだ。信号赤だぞ。すみません。ふう、今の乗り物何なんでしょう。馬車でも古代兵器でもないですし、ランドソルでは見たことないですね。ものすごい速さで走っていきましたから、もしぶつかってたら大変なことになってましたね。でも、ぶつかった衝撃でランドセルまで吹っ飛んでいけるなんて、都合のいい話はありませんよね。やっぱり、ランドセルとは全然違いますね。私の服もいつもと違うし、王家の装備もありません。わからないことだらけの世界ですから、気をつけて行動しなくちゃ。お腹ペコペコです。ご飯を食べないと行き倒れちゃいます。くんくん、あ、何やらいい匂いが。もしかして近くにご飯屋さんがあるんでしょうか。あ、でもこの世界の通貨ってルペじゃありませんよね。知らないのに持ってるわけ。あ、でも服装が変わってるってことは、もしかしたらカバンの中に。おお、やっぱりお財布が入っていました。服装だけじゃなく持ち物もこの世界に合わせて変化してるんですね。どれどれ、数字の大きい紙の束が1、2、3。ここの貨幣価値はよくわかりませんが、とりあえずお店に行って食べられるだけ食べましょう。ふう、お腹いっぱいです。こっちの料理も美味しいです。やばいですね。他にもいろいろと食べてみたいですね。けど最高の食事ではありませんでした。満腹にはなりましたけど、心までは満たせなかったです。誰かと、仲間と一緒に食べたかったです。しょんぼり。こんなにも寂しい食事っていつ以来でしょうか。美食伝を結成してからはいつもみんなで食卓を囲んでましたからね。私が武者修行をしていた頃、腹ペコで行き倒れそうになったところを彼が助けてくれて、それから私の明るくて幸せな食卓が始まったんですよね。こんな時に彼がいてくれたら、どんなに心強かったことでしょうか。あれ？向こうから歩いてくるのは、彼？ここで会えたのも、きっと運命ですね。あ、でも服装も違いますし、他人の空似という可能性も。もし人違いだったら、それはそれで落ち込みますし。でも、何か手がかりが見つかるかもしれません。じっとしてても仕方ありませんからね。あなた、ですよね。私です。ペコリーヌです。わかりますよね。覚えてますよね。キャルちゃん、コッコロちゃん、シェフィーちゃん、ランドソルで私たちは。よかった。やっぱり、あなたなんですね。よかった。今、ようやく心も満たされました。あなたも状況を飲み込めてないみたいですけど、きっと二人ならなんとかなりますよね。だって私のご飯王子ですから。
れがこっちの学校なんですか。ルーセント学院とかとはまた違う感じですね。やっぱり一緒には入れないですよね。できれば彼の近くにいたいんですけど。二人ともおはよう。おはよう。おはようございます。うん、二人とも朝から気持ちのいい挨拶ができて偉いわ。あら、そちらの子は転校生ではないわよね。彼の親戚です。え、全然似てないと思うんですけど、遠い遠い親戚でして、家系を遡ること、私たちから5代前。つい親戚なんて言っちゃいましたけど、バレバレですよね。あら、そうなの。外国から家族旅行で来たのかしら。日本の学校が珍しくてお見送りをしてるのね。日本を楽しんでいってちょうだい。それじゃあ2人はまた後でね。あっさり信じちゃいました。というか、こっちでもあなたの先生だったんですね。それはそうと、なんとかこの場は切り抜けられましたが、学校が終わるまで私はどこで。ありがとうございます、ゆいちゃん。じゃあ、あなた屋上で待ってますね。授業が終わったら迎えに来てください。暇ですね。授業ってあとどれくらいで終わるんでしょう。街並みの中から珍しい建物を探すくらいしかやることが。王宮からの眺めと全然違うので、それはそれで興味深いんですけど、何より知らない世界でまた一人ぼっちに逆戻りしたことが思ったよりも寂しいです。それになんだかお腹も。考えたら余計にお腹が減ってきちゃいました。授業が終わる頃には行き倒れちゃってますよ。そうなる前に迎えに来てください。まずいです、誰か来ちゃいました。どこかに隠れなくちゃ。で、どこにも隠れるところなんかありませんよ。万事休す。不法侵入を犯した罪で捕らえられ、この世界で彼と本当に離れ離れに。おお、いたいた、ペコリーヌ。マコトちゃんにカスミちゃん、おいっす。二人とも彼と同じ学校だったんですね。でもどうして私の名前を。もしかして二人もランドセルのこと。いえ、先輩から頼まれたんです。様子を見に行ってあげてほしいって。そうですか。ああ、そのランドセルだとかってのは悪いけどよく知らないな。でもあいつに頼まれたからさ。ってことで、ほら、差し入れ。これ食って時間潰してな。わあ、美味しそうなパンをこんなにも。ありがとうございます。先輩から、その、よく食べると聞いたので、うちの購買のパンは美味しいって評判なんですよ。すぐ売り切れちまうからフライングで買ったんだ。よく味わって食えよ。おお、それは楽しみですね。ああ、もう予定か。他のやつに見つかんないように
おとなしくしてな。あいつに心配かけさせんなよ。ではペコリーナさん、私たちはこの辺で失礼します。授業に遅れないようにしてくださいね。じゃあ早速ごちそうになっちゃいましょう。いただきます。あむあむ、むしゃむしゃむしゃ、ほぐほぐほぐ。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。こんなにも美味しいパンが食べられるなんていい学校ですね。まことちゃんが言ってた通り、どれも美味しかったです。これもあの人のおかげですね。彼の知り合いだからってことでこんなに美味しいパンを。この恩は一生忘れません。授業中でも私のことを気にしてくれたなんて恋しちゃいそうです。彼の優しさを感じましたし、もう寂しくなんかありません。一人でちゃんとお留守番しますよ。あれ、まことちゃんたちでしょうか。もしかしておかわりを持ってきてくれたとか。やばいですね。イオ先生、朝はなんとかやり過ごせましたけど、校舎の中で先生に見つかるのはさすがにまずいですよね。あら、あなたはどうしてここに。それはその、これには非常に深い理由がありまして。あ、わかった。日本の学生の恋愛事情を見に来たんでしょう。え、そうよね。学校ってドキドキワクワクな青春イベントの宝庫だもん。気になって仕方ないわよね。実はね、私も生徒が告白してる場面に遭遇しないかなって、授業がない時にはこうして屋上に来てるの。内緒よ。それって先生としては。そうだよね、いけないってわかってるわ。先生としては部外者がいたら対処しなくちゃいけないよね。でも今回だけは特別に許してあげる。だってあの子の遠い親戚なんでしょ。そういう話じゃなくて。え、じゃあどういう話。いえ、そういう話です。そういう話にしておきましょう。もしかしてあの子の授業が終わるまでここにいるつもりだったの。はい。じゃあせっかくだから先生が学校を案内してあげる。さあ行こう。ここが教室棟よ。今は授業中だから静かにね。やっぱり外国の学校とは雰囲気が違うのかしら。そうですね、私の知ってる学校といったらルーセント学院ってところで。へえ、変わった名前の学校なのね。どんなところなのかしら。機会があれば行ってみたいわ。どうしたの？何か気になることでもあった？いえ、ただ何か視線を感じるというか、今思えば朝からずっとなんですけど。きっと教室にいる生徒じゃないかしら。学校で私服ってとっても目立つもの。あの人ペコリーナさんって言ってましたね。先輩の遠い親戚らしいけど、二人はどういう関係なんだろう。やっぱり視線を感じますね。背中に穴が開くんじゃないかってほどの一直線な視線を。そういえば彼の教室はどこなんですか。せっかくですし勉強してるところを見てみたいなって。あの子の教室はこの廊下の先よ。ただし
授業中は静かにね。さて、そろそろ職員室に戻らなくちゃ。次の授業の準備があるの。もっと案内してあげたかったけど、残念だわ。他の先生には私から伝えておくから、騒ぎを起こさなければ自由に見て回っていいわよ。それじゃまたね。はい、ありがとうございました。親戚って言っただけであっさり信じてもらえるなんて、先生としては大丈夫なんでしょうか。でも屋上から連れ出してくれて助かりました。授業が終わるまで楽しく過ごせそうです。こっちのゆいちゃんやまことちゃんたちもやっぱり彼を信頼してるんですね。知り合いだからってだけで、こんな見ず知らずの私のことも気にかけてくれるって普通はなかなかできませんよ。この世界にとらわれてから、うんうん、出会った頃から彼には助けてもらってばっかりです。そういえばランドソルにいるはずのゆいちゃんたちは今頃何をしているんでしょうか。こっちの世界に来ちゃった彼のために頑張ってるに決まってますよね。だってみんな彼が大切なんですから。私も力にならなくちゃ。二人で絶対に帰ります。みんなが待ってるランドソルに。今の音何でしょうか。音がした方って彼の教室があるんですよね。一体どんな授業をやってるんでしょう。でもここは普通じゃない世界ですし、授業じゃないってことも、もし危ない目に遭ってたら、二人でランドセルに戻るまで絶対に守ってみせますから。彼のために私は全力全開で頑張ります。気分転換になりそうです。いえ、私が見ておかないと不安ですから。だってあの人は、あー、こっち来ないでください。やっぱりあなたは変態不審者さんです。子供は風の子、元気な子ですね。みんな楽しんでください。やっぱりこの3人も私の知っているリトルリリカルと変わりありませんね。コッコロちゃんとシェフィーちゃんも名前は微妙に違いますけど、やっぱり私の知っている美食殿の彼女たちのままですし。でもキャルちゃんだけは出会った頃のツンツンキャルちゃんなんですよね。ツンツン成分モリモリのキャルちゃんもそれはそれで可愛いんですけど、なんだかほっとけないです。ランドセルに帰る前にもう一度お話できませんかね。あ、キャルちゃん、ちょうどいいところに。おいっす。な、何よいきなりでかい声で話しかけんじゃないわよ。私になんか用？はい、こんなところでまた会うなんて奇遇ですね。今キャルちゃんのことを考えていたんですよ。やっぱり運命感じちゃいませんか。ヒューヒュー。感じないわよそんなの。っ
てかキャルって誰？あたしはキルヤよ。それにまたって何？あんたのことなんてこれっぽっちも知らないわ。そうでしたね。この世界は一日が繰り返されてるから初めましてでしたね。また会えたのが嬉しくてつい。わけわかんないことに付き合ってらんないわ。散歩の邪魔しないで。じゃ、待ってください。何よ、まだ何かよ。案内してほしい場所があるんです。この辺りの土地勘がないから一人じゃ行けなくて。さっき一緒にいた連中、あんたも知り合いでしょ。お友達に案内してもらえば。いえ、あなたに連れて行ってほしいんです。あの場所はあなたとじゃなきゃ。だからお願いします、キルヤちゃん。わかったわよ。連れてってあげたら私の前から消えなさいよね。はーい、ありがとうございます。ツンデレなところが可愛いですね。誰がツンデレよ。ああ、もううるさくすると案内しないわよ。そう言わずにお願いします。さあさあ、レッツゴー。ここで合ってる？丘の上で街が見渡せる場所って。はい、ここです。ありがとうございました。懐かしいですね、ここ。あの時はキャルちゃんを助けるためにここに来たんですよね。今頃ランドセルで私たちのためにキャルちゃんも頑張ってくれてるって信じてます。それじゃ私はこれで。あと、もう街で見かけても慣れ慣れしく声かけないでよね。ま、二度と会うことはないでしょうけど。あの、待ってください。何？まだよ。あなたによく似ている人を知っているんです。はあ、どうせ他人の。はい、あなたは他人の空似だって言うでしょうけど、私はそうは思いません。だから少しだけその人の話を聞いてくれませんか？ここはその人との思い出の場所なんです。ふん。あなたによく似た人、キャルちゃんって言うんです。名前も似てますよね。見た目も本当にそっくりなんですよ。でも大きく違うところが一つだけあります。あなたの方がなんだかちょっぴり苦しそうです。キャルちゃんも出会った頃はすごくツンツンしてたんです。ツンデレ全開な女の子でした。美食伝の仲間たちと世界一美味しいフルーツって呼ばれてる密林の果実を手に入れたり、ドラゴンの尻尾で作ったおでんを食べたり、そんな冒険を一緒にしていく中で私たちの絆は深まったんです。そうしてだんだん素直になっていって、辛い過去や本心も話してくれるようになったんですよ。ここはキャルちゃんがずっと隠してた気持ちを打ち明けてくれた場所なんです。だからキャルちゃんに似てるあなたと一緒にここにもう一度来たかったんです。冒険？美食？何言ってんの？それに絆とかって恥ずかしい言葉、あんたよく真顔で口にできるわね。言われてみるとそうかもしれませんね。でも絆としか言い表せないんですよ。それとですね、そんな私やキャルちゃんとの絆を美食殿の真ん中で繋いでくれた男の子がいるんです。穏やかで優しくて人一倍頑張り屋さんで、私の方が強いのに私のことを守ろうとしてくれて、この世界にやってきた時
私は一人ぼっちでした。でも彼もここにいると分かって不安が和らいだんです。それは初めて彼と出会った時も同じでした。私は全てを失ってたった一人で武者修行をしていた頃、お腹を空かせているところを助けてもらったんです。そんな彼のことが私だけじゃなく、キャルちゃんも大好きなんですよ。はあ、誰がそんなやつ。で、私のことじゃないか。でも話を聞いてたらなんか知ってるやつみたいな気も、なんなのよこの気持ち。というわけで、私は今すぐにでも何とかしてランドソルに戻らなくちゃいけません。だってこれからもずっとキャルちゃんと思い出を作り続けたいので。それも今まで以上に最高な思い出を。だからもう少しだけ待っていてくださいね、キャルちゃん。キルヤちゃん、あなたも応援しててください。やっぱりそっちにいたのね。安心したわ、あいつが一人じゃなくて。思ってた通りです。やっぱりキャルちゃんもランドソルで頑張ってくれてたんですね。それにしてもすごい数の人たちが助けに来てくれましたね。みんな彼のことを思ってこの大勢を率いているのがキャルちゃんだなんて、私感動です。やばいですね。あなたの力が強くなりすぎてこぼれちゃうなら私が全部受け止めます。だって私はお腹ペコペコのペコリーヌですから、あなたの力だって美味しくいただいちゃいますよ。食べ残しはポリシーに反しますからね。この強い力に全力全開が通用しないなら全力の限界を飛び越えちゃえばいいだけの話です。全力超越でいきますよ、キャルちゃん。あなたと私の絆をもう一度つなげましょう。落ち着けました。まったく、こんな大事はもう今回きりで勘弁してほしいわね。私としては面白い景色が見られたり悪いことばかりじゃなかったですよ。で、あんまり楽しんでいっちゃダメですよね。それはそうと、キャルちゃんたちはどうでした？私たちが眠っていた間どんなことがあったんですか？そうね、ギャルがすっごく寂しがってたわ。は？もっと正確に言うと、寂しくて寂しくて泣きそうになって寝てる彼にキスしようとしてたわよ。ちょっと、何勝手にあることないこと言ってんのよ。はて、ないことはおっしゃられていないかと思いますが。コロスケまで、あんたたちは黙ってなさい。説明なら私がするから、正確に確実に事実だけを。もうギャルちゃんってば、わかりやすすぎますよ。顔真っ赤になってて可愛いですね。そういうことなら彼とお出かけしたらどうですか？寂しかったんですよね。
顔に書いてありますよ。誰が寂しがるかっての図星ね。ええ、図星でございますね。うっさい。なんなのよこの流れ。ったく、わかったわよ。行けばいいんでしょ、行けば。でも、あんた起きたばかりなのに出歩いて大丈夫なの？キャルちゃんってば、またまた顔が真っ赤ですよ。ヒューヒュー。もう、うっさい。あんた、とっとと出かけるわよ。主様、キャル様、くれぐれも気をつけてお楽しみください。そうそう、晩ご飯までには帰ってきてくださいね。久しぶりに美食殿で食卓を囲みたくて仕方ありませんよ。改めまして、お帰りなさいませ、ペコリーヌ様。お帰りなさい、ペコリーヌさん。無事に再会できてほっとしたわ。はい、ただいまです。キュー。おい、いいとか。あ、もう。でも今日は痛い以上に嬉しいわ。今日のハグはいつにも増してペコリーヌ様の気持ちが伝わってまいります。私からもお返しのハグを。ぎゅーでございます。はーい、コッコロちゃんにシェフィーちゃん愛してますよ。さてペコリーヌ様、お茶をお入れいたしますのでゆっくりとくつろいでくださいまし。ねえペコリーヌさん、起きたばっかりで悪いけど、何があったか教えてくれる？もちろんです。何から話しましょう。まずいつも通り王宮で寝たんですけど、あれ、この光は。おはようと言うべきかしら。本当によく頑張ってくれたわね。ありがとう、ペコリーナちゃん。アレス様、ここは？安心してちょうだい。これは私が見せてる夢のようなものよ。夢といってもいつもの夢とは違うけどね。夢ですか？じゃあ安全なんですね。それといつものって？ええ、そうよ。だから心配しないで。まあいつもの夢と違うって説明しても、そのいつもってのを覚えていないだろうから気にしないで。はあ、それでどうして私は夢を？ここはキャルちゃんの魂の一部を抽出し、それをもとに構成した世界。その一部とは作り物の世界であったキャルちゃんのことよ。あのツンツンキャルちゃん、キルヤちゃんのことですか？ええ、彼女はもともとキャルちゃんの一部から切り離し、作り物の世界で再構築した人格なの。そして今から会ってもらうのは、元の魂に再統合されて本来の自分を思い出し、絆をつなぎ直した彼女よ。彼女は一度は切り離されたキャルちゃんの一部だけど、あの作り物の世界で確かに生きていたの。そして元の魂に再統合された今もキャルちゃんの中に存在しているわ。魂の再統合が行われる間際、その彼女がどうしてもあなたに話したそうにしていたの。
だからこうして特別に魂の再構築をしてあげたわ。今回みんながあいつのために頑張ってくれたお礼よ。最後にもう一度言うわ。これはいつもの夢じゃない。だからこの夢から目覚めてもこれからの会話をあなたは忘れないということだから、彼女の思いをしっかりと受け取ってあげてね。それじゃあ私はこの辺で、バイバーイ。え、ちょっと待ってください、まだ聞きたいことが。話なら私がするわ、ペコリーヌ。あ、キャラちゃんじゃなくてキルヤちゃんって呼んだ方がいいですよね。キャルでいいわよ、そういう名前だったみたいだし。じゃあキャルちゃんで。キャルちゃん、キャルちゃん、キャルちゃん。うん、こっちの方がしっくりきますね。ああ、もううっさい、呼んでいいって言ったけどあんまり何度も言うとぶっ殺すわよ。その言い方、いつものキャルちゃんって感じがして可愛いです。はあ、私が知らなかっただけで本当の私はいつもこんなやつと一緒にいたなんてね。まあいいわ、またこうしてあんたと会えたわけだしね。前にここで会った時よりもなんだか私の知ってるキャルちゃんって感じですね。そりゃそうよ、さっきの説明もう忘れたわけ？自分で言うのも変だけど、今は本当の私の一部に戻ったのよ。その元に戻してくれて感謝してる。本当の私もそう思ってるわよ。ツンツンしてるキャルちゃんも可愛いけど、たまに出れるキャルちゃんも超可愛いですね。うっさいわね、いいから黙って話を聞けっての。あんたたちが変な空間で戦ってるところを見てたのよ。その時杖を持ってる猫耳の子がいたわ。そいつがあんたが言ってた私に似た子だってすぐに分かったの。冴えない顔した男のためなんかにあんなにボロボロになってまで必死に戦ってる私、見てた時は全然理解なんてできなかったわ。どうしてそんな必死なのって。でも全部が終わって私が私に戻った時に感じたの、私のあいつへの気持ちを。だからその私に私の気持ちを感じさせてくれて感謝してるわ。こちらこそ、素直に伝えてくれてありがとうございます。あなたに知ってもらえて私も嬉しいです。でもお礼を言うのは私の方ですよ。だって私だけの頑張りじゃ足りなかったんですから。ケルちゃんのその思いがあったからこそ私たちはランドセルに戻ってくることができたんです。だから同じ食卓を囲む仲間として、これからも一緒にどんな困難も乗り越えていきましょうね。そうね、よろしく。じゃあついでに頼み事もいいかしら？もちろんです、キャルちゃんのお願いなら何でも聞いちゃいますよ。ええ、あともう一つは、あの世界であった私のことを忘れないでいてほしいの。それどういうことですか？私は本当の自分から切り離されて生まれた存在だから、元に戻った今この私は一つの魂に統合されて消えていくの。完全に消えるギリギリ直前にこうして話してるってわけ。当然私だけじゃないわ、きっと他にも会ってるでしょ、あいつの知り合いに。私たちはみんな作り物の世界であっても、まるっきり別の記憶を持っていても、確かにあそこで生きていたの。人に忘れられるってことがどんなに辛いか、あんたが一番わかってるでしょ。だから覚えてて
うん、そろそろ時間かな。時間ってもしかして。そう、私が私の魂に完全に統合されるってこと。それじゃあいつのことよろしく頼むわ。これは私一人の願いじゃなくて他の子たち全員の願いよ。私は気づかないだろうけど、私は私の中でこれからも生きていくの。だからあいつになんかあったら全員でぶっ殺すわよ。いいわね。はい、しっかりと受け取りました。ぶっ殺されないように頑張っちゃいますよ。だからキルヤちゃん、これからもずっとそばで見守っててくださいね。ペコリーヌさん。はい。ああ、よかった。いきなりぼーっとしてたから、また何かあったんじゃないかって。ペコリーヌ様、入れたてのお茶でございます。リラックス効果のある茶葉ですので、召し上がってくださいまし。大丈夫ですよ。ただちょっと、思い出していただけです。忘れないように。ふむ？いえ、何でもないです。あまり気にしないでください。それで、あっちの世界の話ですよね。そうですね。まず何から話せばいいでしょうか。いろんなことがありましたから。そうだ。やっぱり、ご飯の話からにしましょう。どうだった？あんたのことを思うペコリーヌちゃんの物語は、これまであんたが一生懸命だったから彼女は答えてくれたんだわ。一つ一つの積み重ねがうねりとなって大きな絆が出来上がったのね。まったく本当に奇跡としか言い表せない出来事よ。並大抵な努力じゃなかったってずっと見てた私は分かってる。だから私から最大級の感謝を伝えるわ。ありがとう。でも全てが解決したわけじゃない。あんたの優しさが、強さが、そして勇気がまだ必要なの。だからこれからもよろしくね、みんなの騎士さん。
全力超越、この力で絆をつなぎ直します。あなたと一緒だとどうしてこんなにも安心するんでしょう。それってやっぱり私のご飯王子だからなんでしょうか。何気ない日常って本当に幸せなんですね。あなたのおかげでそんな当たり前のことを改めて気づけました。当たり前の毎日に感謝です。ご飯はどんな場所で食べても美味しいですけど、やっぱり仲間たちと食べるご飯が私は一番好きです。大事な人と食卓を囲む、それがどんなに幸せなことなのか、今回の冒険で改めて実感できたんです。この愛おしい幸せを失わないようにこれからも頑張っちゃいますよ。あなたも力を貸してくださいね。食いしん坊でよかったって思ってます。だってあなたのあふれる思いを全部受け止めることができたんですから。もしまたあなたが大変なことになってもずっとそばにいて戦います。私のご飯王子は誰にも傷つけさせませんよ。あなたがつないだ絆は私の宝物でもあるんです。そのおかげで素敵な仲間たちにも出会えたんですから、絶対に離しませんよ。キュー。あと一握りの思い、あと一歩の力、それとあと一かけらの勇気、あなたにはいつも背中を押してもらってばかりですね。あなたと私が力を合わせれば、もっともっとすごい奇跡だって起こせちゃうと思いませんか？これからもずっとどんな困難がやってきても全力全開で立ち向かっていきましょう。私たちなら絶対に乗り越えられますから。
全力超越、この力で絆をつなぎ直します。あなたの溢れる思いを全部受け止めて、私の力に変えてみせます。だからあなたの全力全開を見せてください。美食殿の温かい食卓が私たちの帰る場所です。みんなで手を合わせていただきますって言いましょう。体がポカポカしてきて、私の食欲も燃えてきましたよ。ただいま、幸せ特盛りの私の日常。あの人との絆を守るために、もっともっと食べて強くならなくちゃ。で囲める食卓を心から味わいますよ。うぃー、安心できる場所でくつろげるって幸せですね。ただいま、幸せ特盛りの私の日常。久しぶりの我が家って感じです。やっぱりここが一番ですね。これがキャルちゃんの言っていたキスで目覚める王子様のおとぎ話ですか。ジュルリー、食べたくなっちゃうくらいかわいい。あの人との絆を守るために、もっともっと食べて強くならなくちゃ。いきましょう。必ず勝ちますよ。そしてください、この力で。負けません。私は止まりません。ここで決めます。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。勝利をこの手に。しとってください。この力で。ははっ、ここで決めます。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。勝利をあなたにプレゼント。笑顔で楽しく。食べ尽くします。どいてください。ご飯、この力で一本釣りです。ははっ、ピカッと切り混ぜてください。よっこしょ。ここ
で決めます。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。シュシュモンスト泳ぎ、よっこしょ、一撃必殺、全力全開のさらに先、超全力全開プリンセスストライク。ナイスです。ご飯ご飯、フルパワーですよ。全力超全開プリンセスバリエント、さすがですね。キアリー、めでたくいきます。おばこぼう、ニューイヤーストライク、キューキュー。そりゃ海が呼んでいます。よっこしょ、怒ります。びしょびしょになれ、プリンセススプラッシュ。海って最高。ごはんごはん、この力で。それレッツエンジョイサマー、めでたくいきます。おばこぼう、ニューイヤーストライク、ナイスです。おめでたい勝利です。離れないでください。お腹空いていませんか？止めてください。風よ走れ。そこで精霊よ、ご飯はいかがですか？ブレッシングスピリット、遅れは取れません。風よ刃に集え、緑水の絆風。ラブリーです。風よ走れ。守りを固めます。お役に立ちます。いや、遅れは問わせ、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、チューしちゃいます。肩が凝りました。大いなる風、遅れは問わせ、オーシャンヒール、海の恵みです。遅れは問わせ、勝利を照らします。ニューイヤーズブライト、チュー、この力で。見てて見てて、この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。大きいです。精霊よ、お腹が空きすぎて動けません。飲食店へ参りましょうか、ペコリーヌ様。腹ごしらえは万全。必ず勝ちますよ。逃げ物よ、刺激的よ。止まらずに行くわよ。出番はないわよ。何発でも打ち込むわ。ニューイヤーバースト、魔法半端ない。一打、あんたの出番はないわよ。ジロジロ見るんじゃないわよ。魔法半端ない。それ、あんたの出番はないわよ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。魔法半端ない。願い事は叶えましょう。惨めね、張り切っちゃおう。この剣は絆の結晶、オーバーロードストライク。マジで必要ね。あんたの出番はないわよ。消え去れ、アビスバースト。魔法半端ない。やりましたね。抱きつくな。バブバブ。やっちゃいましょう、シェフィーちゃん。レッツエンジョイサマー。アクセルハマの氷を。
おかわり、行くわ。レッツエンジョイサマー。アクセル、ペコリーヌさん、絶対レイドよ。氷付け、シュニーシェダンス、かき氷みたい、キアリー。ペコリーヌさん、上り竜は前、プロイデンスタンス、かき氷みたい。海が呼んでいます。プリンセススプラッシュ、海って最高。すごいわね。キアリー、ハマの力で。じゃあご飯にしましょうか。シェフィーちゃんも。魔物料理はやめてね、お願いだから。